みなさんこんにちは、CJです。阿部です。今日は有名なイタリアのジェスチャーについて話したいと思います。すでにご存知のようにイタリアではたくさんのジェスチャーがありますよ。イタリア人は話すときに手を使う傾向がありますよね。私たちもそういうジェスチャーをよく使いますよ。イタリアでは人に接するためにこのジェスチャーを知るのは勉強になるので、この動画のシリーズを作ることにしました。もちろんフォーマルの場ではあんまり使わないので、カジュアルな場だけでそれを使った方がいいですよ。さあ、今日のジェスチャーは基本的に彼に耐えられない、彼に我慢できない、彼はうるさいよ、君はうるさいよ、説教はやめてを意味します。この仕草を使うだけで意味が伝わるので言葉がいりません。ただイタリア人はこのジェスチャーを使いながら表現を使う時もありますよ。よりネイティブっぽく言えるようになりたいなら、ぜひ次の言い方を覚えてください。Che palle che è noioso, che noia, che scassa palle. Risparmiami la predica. Che palle che è noioso, che noia, che scassa palle. Risparmiami la predica. Già, ima, kaiwa no re o mitikimashou. Silvia, ma Marco parla sempre delle stesse cose. Che palle che è. Già. Mata va. Ma non dovresti bere così tanto? Non lo sai che fa male? Risparmiami la predica, eh? ところで皆さん、日本でどんなジェスチャーを使いますか？本当に知りたいんです。さっき紹介したジェスチャーを使ったことがありますか？知らせてください。今日もご視聴ありがとうございました。この動画を楽しんでくれたら嬉しいです。将来にもっと面白い動画のシリーズを作りたいので、ぜひこのチャンネルをサポートしてください。では、次の動画でお会いしましょう。Buona giornata a tutti! またね。またね。